創世記これは聖書の一番初めにある書でその内容は大きく2つに分けられます1章から11章までは神と世界全体について12章から50章までは神とアブラハムそして彼の家族に焦点を当てたストーリーです2つのセクションは12章の最初の部分によって結び合わされていますこの構造は創世記全体のメッセージを理解する手がかりとなりまた聖書全体の導入ともなっているのです 創世紀の初めに神が聖書の冒頭に書かれている無秩序と闇から秩序と美と良きものを生み出し命が花開く世界を創造されたと記されていますそれから神は人間あるいはヘブル語でアダムと呼ばれる生き物を作ったのです人間は神の似姿として作られましたこれは神が与えた人間の目的と役割を指し具体的には神のご性質を反映させながらこの世界で生きるということです また見心に従って世界を管理するという仕事も託されましたこの世界の資源を有効活用し自然を守り命がますます繁栄するような環境にすることです神は人を祝福されましたこれは創世記のキーワードになります神は人間に園を与え人間はそこから新しい世界を築き始めました ここで重要なのは人間がその世界をどう築いていくかについては選択の自由があったということですそれを示すのが善悪の知識の木ですこれまでは何が善で何が悪かを教えるのは神でしたしかし今神は人間に尊厳と選択の自由を与えようとしておられるのですさて人間は善悪について神の判断自分の判断どちらを選ぶのでしょうか自分の判断を選ぶなら失うものは大きいのです 神に反抗するということは命の源に背を向けることでそれは死に向かっていくことになります。そのことを示しているのが命の木です。第3章では謎めいた存在ヘビが登場します。このヘビについては最初は神の被造物であること以外何もわかりません。しかしヘビとは神に逆らったもので人間をも神に逆らわせ死に追いやりたがっていることがわかってきます。 蛇は善悪の知識の木と人に与えられた選択肢について神とは違うことを言います善悪を知るようになっても死ぬことはなくむしろ神のようになって生きることができるのだというのですここには悲劇的と言っていいほどの皮肉がありますというのも人はもともと神の似姿として作られているのですからしかし人間は神を信頼するよりも自分の判断を選び善悪の知識を手に入れましたそしてその瞬間 人類の転落が始まりました。まず壊れたのは人間関係です。男と女は自分たちの関係の脆さに直面しました。彼らはもはやお互いを信じることもできないのです。そこで一軸の歯をつづって自分の体を隠しました。次に神と人間との親密さも失われました。人は神の目を逃れようと逃げたのです。そして見つかるとどちらが先に神に背いたかについて責任を押し付け合いました。ここで 神のののににに対する宣告人間に対すすするる宣宣告告人間彼らの行いいいいいがが招いた悲劇についてて短い詩が配置されています神は一見すると勝利を収めたかのような蛇に対し「お前の敗北はすでに決まっており塵を喰らうようになると告げます」そしていつか女の子孫が蛇の頭に必殺の一撃を与えるというのです素晴らしい約束のようですがこの勝利には犠牲も伴います 蛇の頭を踏み砕こうとする者も致命傷を負うからですこの傷ついた勝利者についての約束は謎めいていますそれにしてもここまでのストーリーの中で気づくのは神の恵みです神に逆らった人間に対し神は何をされたでしょうか彼らを救うという約束ですと言ってもそれは人間がしでかしたことを帳消しにするという意味ではありません神は人間に家庭でも外でも 嘆きと痛みが押し寄せるだろうと宣言しましたそれは彼らの背きの結果であり彼らを死に導くものですここからさらに暗い影が差してきます3章から11章は神に背いたことがあらゆる人間関係を破壊していく様子を綴っていますまずはカインとアベルという兄弟の話ですカインは弟に嫉妬し殺意を抱きました 神はその欲望に身を任せないよう警告しますが彼は野原で弟を殺しますその後カインは暴力と抑圧が支配する町を築くことになりレメクの話に至るのですレメクは初めて複数の妻をめとった男です彼にとって妻は所有物でした彼はカインより自分の方がずっと暴力的であり徹底した復讐者であることを自慢げに歌にします続くストーリーには神の子らという奇妙な存在が出てきます 彼らは堕落ししした天使のようなな存在かもしれないし神々の子孫だと自称していた古代の王たちなのかもしれません彼らもまたレメクのように複数の妻をめとって子供をもうけその子供たちはネフィリムという戦士になりました神の子らの正体が何であれ彼らは神の世界を暴力と堕落で満たしていたということです神の心は嘆きで張り裂けそうでした人類は素晴らしい世界を台無しにし お互いいを傷つけ合っているのですそこで神はご自身の良い世界を守るために大洪水を起こして人類の悪を洗い流されましたしかしノアという正しい人とその家族は守りノアに新しいアダムの役割を与えられました神はノアのことも祝福しこの世界で生きていくように命じます希望に満ちたスタートを切ったようでしたがノアもまた園で失敗してしまいますブドウ畑を作った彼は泥酔してしまうのです その時息子の一人ハムがテントで寝ている父に対して恥知らずなことをしますそのためこの新しいアダムも最初のアダムと同じように裸で恥を見ることになりましたここからまた人類の転落が始まりますこれらのことがバビロンの都建設のきっかけとなるのです古代メソポタミア人はレンガ作りという新しい技術のもとに集結しましたそしてかつてなかったような大きな町や塔を かつてなかったほどの速さで立て上げていきましたそして神々に届くようにと塔を立てそれによって名を上げようとしましたこれは人類の反逆と傲慢の象徴です園での反逆のスケールが大きくなったものなのですそこで神は彼らの思い上がりを砕き彼らを方々に散らしましたこのようにさまざまなストーリーが綴られていますがポイントはすべて同じです 神はいつでも人間に正しいことをするチャンスを与えますが人間はいつでもそれを無駄にするのです。これらのストーリーが教えてくれるのは人類は良い世界に生まれそれを台無しにしたということです。なぜなら善悪の判断を自分でする道を選んだからであり私たちは皆この世にある損なわれた関係対立暴力そして最終的には死に対して責任があります。しかし希望もあります。 いいつのの日か女の子孫が来るという約束です傷を負った勝利者悪を根源から立ち滅ぼす方です神は人の罪深さにもかかわらずこの世界を祝福し救われるのです一体どのようにしてそれを実行されるのでしょうかその答えは次回までこれが創世紀1章から11章です